デッキがないみたいな。あの九州に対して偏見があるって。めっちゃ好きですよ。そうですね。どうですかそのそれもあるんですかね。何がその博多弁なんですよ。うんうん、あのですよね。博多弁。そうかだから入りやすいのは入りやすかったんや。はいはい、ああなるほど。それもあるかもしれない。後ろも全然ブッキングオッケーですけど。はい、はい、いやだからぜひね、あの北陽なんか特に、はい、あのアイちゃんに歌ってもらってバックでこう。ああいいですね。ありますありますあります。ね、ぜひ、うん、難しいな。ね、何言ってんの。ただまあこの時点でも浜崎はまだうんとは一言も言わない。まあね今日はね、はい、ちょっと企画を一つ用意しております。